かロビーも言ってましたけど、悔いを残さないように今年あとちょっとで終わります。まあ、いいこともあったり嫌なこと、嬉しいこと、悲しいことたくさんありますけど、全部昨日までが続いて今日曲がりくねっていくんですけど、まっすぐにやってよかったなと思う道を行きましょう。見ずに帰ればいいかなと思います。エペンズでした。紐に泥がえばりついてた痛みに似た世界、先を何本の続きとか、そもそも初めから見てないとか、一ページ目がないとか、ベイベーソーみたいな話を聞かせてよ、風がなくても舞い上がる、止まってよ。
水は微笑みからみ